高圧洗浄のサムネ撮り。分かりにくいんじゃないかな。はい、というわけで中身は取ってしまったんで、今からこれを高圧洗浄をかけていきます。ボートと高圧洗浄機は切っても切り切れない深い関わりがあります。風強いな、もう。長靴に履き替えて。よし。思ったほど綺麗になってないですね。ここはカビキラーとかでね、綺麗になります。お、詰まっとる。詰まって食べる時間。なんか邪魔してるやつがいるな。こいつだなぁ。よし。しかし、前のバウに溜まった水どこ行くんだろうな。ここに溜まった水はどこに行くんだろう。どれ、じゃああんまり水溜めない方がいいな。抜くのが大変そう。雑巾絞って抜かないといけなくなりそう。ちょっと洗っていくぞ。先週のね、サムネ撮りしようかな。よいしょ。よっしょ。うわぁ、塗装が、黒い塗装が剥げていってる。ゴムか、これは。この状態でサムネ撮りしようかな。高圧洗浄のサムネ撮り。分かりにくいんじゃないかな。バフ掛けも半分ずっこですか。まずは。ということで、まあ、高圧洗浄かけたんですけど、汚れは落ちます。ここからね、ツヤを出そうと思えばバフ掛けなんですけど、このね、汚れたまま別にバフ掛けしても良かったんですけどもね、あんま良くないか。まあ、まずゴミを落としてからバフ掛け。ね、まあ、この辺はちょっとバフ掛けする時の楽しみに取っときたいと思いますけど。このね、シールドの色もどうしようかなって悩むな。オリジナルは黒なのかな。ちょっと磨いて終わろうかな。どうしようかな。ちょっと明日にしようかな。もう日も暮れてきたんで。どうも、シールドはガラスっぽいんで、
シールドはアクリルじゃなくてガラスなんで劣化はないですね、そんな。これね、濡れてるからツヤがあって綺麗に見えるけど、乾いたらマットな感じになりますからね。ツヤが出るのはバフ掛けをしてからです。で、明日はこれ、このシールを剥ごうかな。シールの跡全部、映像では結構綺麗に見えてるかもしれないけど、実物は結構汚いですからね。よし、今日はこのくらいにしといてやろう。はい、でこれはですね、高圧洗浄の動画の続きなんですけども、高圧洗浄で取れなかった汚れ、こういう汚れはですね、何を使うのかと言いますと、こちらですね、100均でも売ってあるメラミンスポンジ、これがこの FRP っていうか、このゲルコートをきれいにするときには有用です。ただし、このメラミンスポンジっていうのはですね、もう軽く研磨してるようなもんなので、ツヤが必要なところとかにはですね、あまり使用しない方がいいですね。ただこの後バフ掛けでね、ツヤ出そうとしているようなところの汚れ落としにはですね、このメラミンスポンジっていうのはとっても有用ですので、ご覧ください。軽くこすっただけでですね、やっぱ汚れが落ちていきますんで、白ゲルコートにはこのメラミンスポンジはね、僕は有用だと思います。ただね、時間が経てばこのゲルコートっていうのはどうしても汚れてきますんでね、くれぐれもツヤがあるところにはね、しない方がいいんじゃないかな。何度も言いますけど、バフ掛けするって分かってるところはね、これで磨いてもいいんですけどね。別にツヤなんか必要ないよ、白くなればいいですよっていう人は、そういう方はメラミンスポンジ仕上げでも十分真っ白白にはなりますんで。なんか音が聞こえた。びっくりした。ありがとう。はい、さっきのね、黒ずんでたところがだいぶ白くなってると思います。とりあえずの汚れ落としには最適メラミンスポンジ、こういう黒いところもちょっと力を入れて磨けば、みるみる白くなっていきます。ここなんかも見ててくださいね。ゲルコートにはメラミンスポンジ、ただしマット仕上げでいいっていう方とか、その後バフ掛けして磨き入れるっていう場合のみですね、使っています。とりあえず真っ白白にはなりますね。これをね、過去にはですね、40フィートとか50フィートのサイズの船磨いてましたからね、会社の船は。大変ですよ。こういうのもね、芯から磨けば取れる。だからレザーなんかもね、もともとツヤがないようなところもこれで磨けば綺麗なんですね。それでも取れないときはカビキラーす、こういうシート系は。あ、もうね、この動画をアップロードしたらね、明日100均からメラミンスポンジが消えてるんじゃないでしょうか。買い占めで。まあ、これはこの後バフ掛けしますよ。あ、気持ちいい。みるみる綺麗になっていくっていうのは気持ちいいですよね。ちょっと力を入れて磨けば綺麗に。ほら、ここなんかも真っ白白。3月4月はですね、ちょっとね、体調を崩してましてですね、職場のストレスでしょうか、まあちょっとそのことね、ツイッターでつぶやいたら、たくさんの方から励ましの言葉いただきまして、本当に励まされました。ありがとうございました。年取ったのかな、年で40になりました。あっという間だったな、40まで。そしてまたあっという間に年が過ぎていくんだろうな。悔いのない人生を歩みたいですね。危ないよ。剥がしてていいよ。こっち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 に。じゃあ同じようについてますんで、こっち側も剥いでいきます。